Hi, hello, and welcome back to Like a Dragon Infinite Wealth. So, in the previous episode I said that I'm going to do everything except the main quest. Wrong. I'm gonna do the main quest. That's right. Let's go. What is the main quest? Good question. Still, Chapter 8, Return to Sender. I wonder what Date-san meant by unfinished business. Only way to find out is to stop by Rose Blossom. Right over here. But first... No, just joking. We're doing the main quest. Rose Blossom. Screenshot. Yeah, this is with all the nice women inside. よう、来たな。待ってたぜ。ありがとな。じゃあ俺は例の席に移るよ。あとはこっちでやるから。かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。なんだ？どういうことなんだ？来てくれてありがとな、キリュウ。けど、後悔はさせねえよ。そう願いたいな。向こうのテーブルにいるのは誰だ？伊達さんの連れなんだろ？さっきまで一緒に飲んでいた。ああ。できれば紹介してやりてんだがな。そうすると、大道寺一派との約束を破ることになる。ん？どういう意味だ？あいつは、太一だよ。お前が朝顔で面倒を見てた、あの太一だ。何？あまりジロジロ見るなよ。向こうはお前が来ていることを知らん。ああ！いやー、ちょっと待って。少し休憩。これ以上飲んだら帰れなくなっちゃうよ。いいよ、別に。そしたら私が朝まで解放してあげるから。嘘、マジで？いいの？誰にでもこんなこと言ってるわけじゃないよ。大ちゃんだったらいいかなと思って。はあ、なんだよこれ。横浜最高じゃん。もちろんご存知だろうが、もう酒が飲める年だ。今は沖縄で消防士になってる。間違いねえ、太一だ。でもなんでここに？たまたま友達に会うために東京へ遊びに来ててな。だからちょうどいいってんで俺が横浜に呼んだんだ。つっても俺だってほぼ初対面みてえなもんだよ。間が持たねえからキャバクラに連れてきた。異人町の女の子たちがお気に召したようだな。ってあら、俺が席移ったのも気づいてねえぞ。どういうつもりなんだ、伊達さん。俺は死んだことになってる身だ。あいつに会うわけにはいかねえんだぞ。あいつがお前と会ったってことに気づかなきゃいいんじゃねえか。え？だからこうやってこそこそ遠巻きにしてるんだ。本当は俺だってお前らに直接話をさせてやりたい。それでもお前がこのまま一目も会えずに死んじまうよりはマシなんじゃねえかと思った。伊達さん、お前は諦めが良すぎんだよ。今こうやって太一の姿を見てどうだ？やっぱり会わずにいた方が良かったか？死ぬまでにやりてえことには入らねえか。太一のやつが消防士になったってのは知ってたよ。沖縄の他の子たちの近況もそれなりにな。だがもう二度とこの目で見ることはできないと思っていた。
それを望むことさえできねえってな。ああ、だからよ。俺にとっての人生のやり残しはそのことだ。お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしている。けど違う。それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。そんなお前の本当の気持ちを自覚させてやれるのは多分俺しかいねえ。伊達さん、俺は大道寺一派がお前の死をでっち上げた時、指をくわえて見てるしかなかった。そのせいでお前は遥や遥と友人知人にも二度と会えねえ、近づけねえ。今でも何か他にやりようがなかったのかって何度もあの時のことを思い返す。俺から言い出したことだ。俺が死んでみせなきゃ収まらない状況だったんだ。伊達さんにできることは何もなかった。だがもうあれから何年も経った。今なら少しはできることがあるだろ。なんだありゃ。お、俺どうなってんだ。おい、なんでこいつにばっかりつくんだよ。こっちの席にも女座らせろよ。申し訳ございません、すぐに。当たり前だ、俺らだって金払ってんだぞ。ごめんなさい、なんか俺今日すげえモテちゃってるみたいで。だって大ちゃん可愛いんだもん。私ずっと大ちゃんといたい。本当に？てめえ何勘違いしてんだクソガキ。ニヤニヤ笑ってんじゃねえぞ。いけねえ、女の子たちにチップ弾みすぎたか。いや、大地のやつを楽しませてやりたくてよ。まずいな、みんなだいぶ酔ってるぞ。もう分かったからちょっと待っててもらえます？すぐにそちらにも女の子つきますから。こんな舐めやがってふざけんな。ちょっとダメです、やめてください、暴力はダメですって。おい、よせバカ、お前が出てったら大地にバレちまう。頭きた、この女もう許せねえ。いい加減にしろ、そこまでだ。お前、 He got this, come on。 大ちゃん、やんのかこれ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。おいおい、なんだよあれ、大地のやつできすぎだろ。 Dude is a freaking firefighter. Come on, man. 本当だね。さあ行くかよ。Or maybe not. お前さっきから女一人占めしてんじゃねえぞ。 What? あ、大ちゃん大丈夫？しっかりして、ちょっと。お客様、しっかり。なんてことを。警察を呼びます。うるせえ、全部お前らのせいだろうが。 Hello。 そこまでにしておけ。 My name is Suzuki。 出ないと俺が太一の分をお返しするぜ。おじさん、こんなとこにおじさんが。おじさん、話せって。どいつもこいつも今日は面白くねえ。やってやるよクソが。 We're gonna fight inside? Nope。 後悔するなよ。 Alright, let's do this。 ここは任せて。They're level 30? These guys are drunk AF. Alright. I'm gonna teach you a lesson. I'm gonna never forget.容赦
撃する。結構調子いいかも。やらずるすがる。力の差を見せる。Bad boy, stay down. You're not a good person. Oh, there's the fire away. Okay. I was looking for that one actually. Ah, ひでえな、俺は。もうめちゃくちゃじゃねえか。どんな様子だ？よく眠ってるみたいです。気持ちよさそうに。ちょっと飲ませすぎちゃったから。ああそうか。お客さん？消防士になっただけのことはあるな。よく鍛えている。もうすっかり一人前の男だ。大地が目覚ます前に出た方がいいな。先に出ててくれ。後で合流しよう。俺はここの後始末をしていくからよ。すまね。おじさん。よう、目が覚めたか。災難だったな。すみません。そうか、俺酔っ払いに殴られて。あの後誰か来ませんでした？誰かって？もしかして桐生のことか。え、お前ずっと寝言言ってたぜ太一。おじさんおじさんってな。そっか、なんだ夢でしたか。キャバ嬢の女の子が殴られないように立ち上がったまではかっこよかった。何人も相手にして短歌切るなんざなかなかできることじゃねえ。ああいう勇気を出さなきゃいけない時は桐生のおじさんを頭に思い浮かべるんです。おじさんならどうするかなって。そうするとあんまり怖がらずに体が動くんですよ。なるほどな。そいつはいいおまじないだな。俺も今度から試してみるよ。ええ、ぜひ。絶対聞きますから。この店は神奈川県警の知り合いに教えてもらったんだ。一杯頼めば好きなだけいさせてくれる。今後、偉人町ではここが俺のアジトだ。ん？それってしばらく俺もこの町に居座るよ。で、お前のエンディングノートを充実させてやる。太一を引き合わせたのはほんの手始めだ。これからもじゃんじゃん横浜に人を呼び寄せる。いや、そんな真似したら大道ジッパが黙っちゃいない。今日はまだ何の苦情も届いてないぜ。それに大地にだってお前の生存はバレてない。つまり俺らは今も大道寺一派との約束を破ってねえわけだ。それはなんていうか、ずるい手を使っているのは承知の上だよ。だがお前に残された時間を考えりゃ何でもねえ。もしお前が止めたって俺はやる。大道寺が文句を言ってきたらその時考えりゃいい。さっき太一に会ってどうだった？やっぱり会わなきゃよかったか？俺にはそういう風に見えなかったぜ。お前はあいつに手を触れて感じたはずだ。この世界との絆はまだ脈々と息づいているって。確かにな。そいつはお前がこの世界を生きてきた証だ。太一とだけじゃねえ、他にもたくさんある。桐生一馬が歩いてきたのはそういう道だ。困難だった分実りも大きい。お前にはそれをじっくり振り返って味わう資格がある。俺は
心の底からそう思ってるよ。また連絡する。春日のために動くのも結構だが、たまには自分のためにも時間を使うんだな。伊達さん、ありがとうな。なんて言ったらいいか、言葉が見つからねえくらい感謝してる。俺は太一やあの子たちとは子離れをしたつもりだった。もう会うことができなくても大丈夫だと。だがこの耳であいつの声を直に聞いて、この目であいつの顔を直に見れて、こんなに嬉しいとは思わなかった。その気持ちだけで十分だ。ますますやる気が出てきたよ。おお、ナイス。The bucket list. As Kiryu raises his awakening level, he will trigger life drinks with Data and his other old friends. Huh? Life links can be initiated by speaking to Data at the Harbor Light in Jinsho. Blah 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 blah. Nice.So in the previous episode, we finally finished the live drinks with our companions. And now you're telling me that there are live links with NPCs.Chapter 12. To me, that sounds like Chapter 9 is back in Hawaii. Maybe Chapter 11 as well. Okay. Check awakening level.What? Okay.Go to restaurant row. I mean, we can do that, but let's focus on Namba first. Because he's my best friend. We're friends forever. Get wrecked. Nice. That experience was actually enough. Oh, look, more idiots. I mean, they're level 29, so.Still grants enough experience for the job level. Oh, yeah, I can use this. And now these morons just have to spawn over here. Well, rest in peace.
Dude, Desperado must be the fastest job to clean SmackDowns. Yes. The moment it does the attack, it's already over. Alright, we have arrived. Let's do this. What is this called? Volkentalk Finale. ここ俺のお気に入りの場所なんです。まあ普通の人からしたらドブ川の橋なんでしょうけど。おぼえ、そうなのか。まあこういう何気ない場所ほど誰かの大事な場所だったりするもんだ。この橋から川を流れてくゴミを見るのが俺好きなんですよね。悩んでいたり嫌なことがあっても無関係に時は過ぎる。くよくよしてても仕方ねって教えてくれる気がして、また前を向けるようになるんです。なるほどな。諸行無常ってやつか。ドブ川に襲われるとはナンバらしいな。どういう意味っすか。たくハワイやらいろいろ行きましたけど、ここが好きなんすよ。一番と初めて会ったのもこの近くでしたし、だからなんとなくここで桐生さんとも話したくなっちゃってナンバー、 Thank you。 ありがとうな。お前の大切な場所に連れてきてくれて、また一つナンバーという男を知ることができたぜ。まあ知ってもこれといって得はないですけどね。こっちこそ話聞いてくれてありがとうございます。まあ、そうだ、せっかくですしここで写真でも撮りませんか。お近づき記念ってことで。なんとも今更な記念だな。でもいいぜ、撮るか。ナイスありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね、桐生さん。おう、ナンバもな。頼りにしてるぜ。A photo with number has been added to the Bond bingo screen. Plus 100? Nice. Oh, look.We are talking about garbage and here they are. Look at this place. Level 41. For free? Okay.I mean, Walk and Talk Finale, we can do that with Sayako as well because it's daytime. So let's focus on that. It doesn't take too much time, so. I was、worried that it's gonna take so much time again, just like life brings. This is fine.And、we can obtain a lot of.Points for that. Is that yeah, I remember you from the previous Like a Dragon game. That was a funny one. Almost there.Just an extra fight. Show
弱い。The other side. Oh, no, it's here. Okay. So, wait, where's the door? Oh, over here. Oh, yeah, Blanche. For some reason, I wanted to say plague, but that's not it. Hello. Hong Kong? Hong Kong? Have I ever... No, I didn't. Oh my. First...Let's do this. いただきます。ごちそうさまでした。 Okay. ありがとう。 Let's do this thing. Let's take a break.このラテは特にクリーミーで好き。この店にはよく来るのか。どうかな。ここのお店ってできたのは割と最近なんですよ。だからいつもっていうほどの回数は来てないんですよね。そうなのか。いい店を見つけたんだな。ですね。まあ最初に入ったのは一番や足立さんたちと行ってみようぜみたいな軽いノリだったから、みんながいなかったら入ってなかったかも。私案外新しいお店入るの苦手で。そうか。まあ慣れた店の方が外れはないしな。だが仲間のおかげでいい発見もできる。おかげでこうしてサイコとうまいラテも飲めるわけだしな。そうですね。いつも私を連れ出してくれたのはみんなだったな。そうか。俺にも昔そうやって連れ回してくれる親友がいてな。思えばあいつのおかげで俺の世界は広がった。仲間のおかげで自分の世界ってのはいくらでも広がるんだ。大切にしねえとな。その人は…そうですね、大切って。うまい喫茶店の話から話題がそれちまったな、すまん。いえいえ、むしろ桐生さんの話もっと聞きたいって思っていたくらいなので。俺の話を。それじゃあ、You know I'm big on riddles. 謎かけを披露しよう。え、なんで？まあ、せっかくですし、どうぞ。この甘いクリームラテとかけまして、俊足の野球選手と解く。その心は。盗塁に要注意だ。You mean that jokes? なるほど。まあ私は桐生さんの人生観的な話を聞きたかっただけで、桐生さんの小話を聞きたかったかっていうと。いえ、面白かったからいいです。結構お茶目ですよね、桐生さん。楽しんでもらえたなら何よりだ。あ、そうだ、せっかくだし一枚写真撮りません？おしゃれなカフェで撮ると映えますよ。別に構わないが、そういうのはラテを飲む前に撮るもんじゃねえのか？あ、
まあ細かいことはいいじゃないですか。じゃあ取りますね。いまいち映えてないけど、こういうのもいい記念かも。これからもみんなで街を歩いてお話ししたり写真撮ったりしましょうね。ああ、これからもよろしくな。ナイス。さあ、イルス出てよ。This is in Honolulu.This is at night time. This is also back in Hawaii. We cannot even progress due to his wrinkling, so there's that. And so we'll focus on the main quest. Ah, there we go. Fun.We need to reach level 70. Okay. Gotta go. Ah, it's on the other side. Perfect. I need to go that way. In that case, let's fight. This is not SmackDown. Though they are still 10 levels behind. You're out. かますぜ。見さらせ。There we go. これが大人の渋みが出てきたぜ。Yes. Where do we need to go?Up here? Yeah. Amon? Memories of a Dragon 41, new found strength. The Amon clan believes they are the strongest in the world and is made up of skilled fighters. We've clashed countless times, long as I can remember. They kept hounding me to fight, saying that me being the legendary dragon hindered their clan's claim to strength. So, do you want to fight, huh, buddy? Screenshots.
Just like old times. Kiryu-san! Yeah, we're gonna fight. The others showed up. Tell them, Sachan. Joe Amon. Oh. Whoa, what? 54? Ultimate Assassin. Is this supposed to be an unwinnable fight? How about we go and try to finish this? Dude. Chill. Are you weak to something? Revive items. That's so much shit. Oh, this one. This guy's annoying. This is an unwinnable fight. Freaking resist everything. One damage. This guy thinks that he's so strong, but he's only strong in scripted events, huh? I could easily whoop his ass. Nandato? Dude.
Please heal us. Now this is a true fight, huh? 1v1? When the hype meter is full, Kiryu can now use Dragon's Resurgence, a powerful skill that allows him to move freely on the battlefield. Hold Y to activate it, then use E. Left click, right click to attack until the time. Oh, this is the Kiryu's, ultimate ability. Basically, he can pretty much say fuck Durnwismo and just, you know, destroys everyone. Thanks for the free XP. Idiot. This thing was playable in the demo version. You actually had the access to the skill. I was wondering when this thing is gonna show up. The good thing is that you can actually can play as any job. And you still gain access to that. Alright, pal. I wonder why this guy is not voiced. I wonder if it's possible to win that fight. Like, equip your party with the perfect dodge thingy. Dodge everything, and even if you deal one damage, you just kill a boss. Unless it can heal. So now Kiryu became even stronger. Nice. Before I head back to Kasuga's place, maybe I should buy some new gear and make sure I'm ready. Recommended equipment 4-star. A joke's a new game. I have 5-star gear. Almost every single item is 5-star. Except these two. So we're fine. Oh, we didn't heal my party. Gangster Assassin Desperado. Well, this is why we're gonna go and eat over there. Oh, I actually need to press the button. Hello. Irashai. Let's go. いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。Lovely。ありがとうございました。Let me out. Let me out.
All right, where are we going? Where are we going? Back to sleep? Let's just do that. I mean, what else can I do? Let's see, there's that memoirs thingy. We can wait with that. Let's see. I did everything. I even saved every citizen. Well, that's just me doing everything that I can. Makasero. Good night, pals. もしもし。孫飛だ、キリュウさん。どうやら私たちは清流会に一杯食わされたみたいだよ。What? は？何の話だ。今そちらに動画の URL を送った。さっきタテラチャンネルって人気の VTuber が公開した。That freaking VTuber。動画？島で撃たれてお亡くなりになりましたと思いきや、この映像は数日前にハワイで撮影されたものです。映っているこちらの人物なんですけど、ほらこれ、さっきの桐生一馬に似てませんか？というかそっくりですよね。では映像の続きを見てみましょう。久しぶりだな、春日。キリュウさんですか？他に誰がいるってんだ？聞きました。相手の男がキリュウさんって呼びましたよね。彼は間違いなくキリュウカズマです。生きていたんですよ。で、今の映像にもう一つすごい事実が隠されてたんですけど、気づいた人いますか？久しぶりだな、カスカ。はい、これ皆さん覚えてます？以前当チャンネルでその指を暴いた春日一番、偽りの浜の英雄です。死んだはずの伝説が生きていたと思ったら一緒にいるのが春日一番。なんで、どういうこと？というわけで今回はゲストをお呼びして解説していただきます。裏社会に詳しい、というか今最も力のあるヤクザ組織のお二人です。どうぞ。こちらは清流会という団体の偉い人です。本日はよろしくお願いします。早速ですが、映像に映っていた桐生一馬をどう思われますか？本人で間違いありません。実は昨日彼は私どもの事務所を訪ねてきたんです。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。おそらくは警察の一部も捏造に加担していたと考えられます。警察は桐生の死を偽装したと。そんなことが可能なんですか？桐生一馬は
東条会の元四代目で、共に解散した近江連合の渡瀬会長とも実婚の仲でした。長年日本の裏社会を牛耳ってきた仲間たちの支えがあったはずです。さらにそこへ大道寺実の残した政財界にまたがる影の一派が加わります。彼らが警察に圧力をかければ不可能ではなかったということでしょう。そして昨日撮影された映像があります。また桐生一馬、向かい合って座っているのはもしかして。ええ、私たち二人です。この映像はどういう状況だったんでしょう。桐生一馬はハワイの映像にもあったように春日一番の黒幕といえる人物です。自分の死を偽装してまで姿を隠してきた彼が再び現れた。その目的として考えられるのはおそらく東条会の復活です。だからかつての東条会本部を買い取った我々に対し建物を明け渡すよう恫喝を。それがこの映像が撮影された際の状況です。お二人ともよくぞご無事で。そんな桐生一馬を警察は野放しにするんでしょうか。彼は今も死人として扱われています。警察も手出しできません。だから我々は映像をこちらのチャンネルに提供するしかなかった。なるほど、そういうことだったんですね。貴重な情報ありがとうございます。さて皆さん、たたらチャンネルではさらに桐生一馬を追いたいと思っています。この国家ぐるみの特権階級的ヤクザを追求できるのは真実の持つ力だけです。そして悪名高き東条会の復活は是が非でも阻止しなくてはなりません。皆さんも桐生一馬を見つけたらどしどし情報を送ってくださいね。Well, shit. 桐生さん、大変だ。ネットにタタラチャンネルが。もう知ってるみたいね。孫悲が教えてくれたんだ。大丈夫ですかね、桐生さん。あんたが生きてることこんな大っぴらになっちゃって。どうだろうな。花輪の反応次第ではあるが、いずれにせよ俺はもう長くねんだ。大事にはならねえさ。そんな、桐生さん。だが海老名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。ええ、あいつら一体どういうつもりなんだ。なんだってこんなことを。昨日会いに行ったことが奴らを刺激した。そう考えるのが自然だろうな。ねえ、たたらチャンネルって一番のこともガセネタで叩いたよね。元ヤクザに万引きさせて荒稼ぎしてたとか言って、ちゃんと仕事でやってたことを悪意たっぷりにねじ曲げてさ。ん？あのチャンネルってさ、普段は大手メディアが切り込めない悪を切るって言って真っ当なスクープで勝負してるみたいなの。なのになんで一番と桐生さんの時だけこんな事実無根の捏造ネタに走るわけ。さ、そんなこと言われてもよ。それにタタラチャンネルは海老名たちとどういう関係？現役のヤクザを顔出しで出演させるなんてさ。桐生さんの映像なんて昨日撮られたばっかなんだよ。いくらなんでも動き早すぎない？さすが、いいところに目をつけるね、サイコ。孫悲、お前もしかして走ってきたのか？状況が状況だからな。私の話はどうでもいいだろう。まだ確証はないが、海老名たちとタタラは最初からつながっていた可能性が高い。最初から？いつからってことだ。少なくともあなた方が奴らの名前を知る前からだ。なんでそこまで言い切れるんだよ。出なきゃ海老名たちは晒す必要のない顔を一回の配信者のために出すかも。ん？
清流会を束ねる立場で普通はそんなことしない。リスクでしかないからな。だが奴はそれをした。だから今後起こりうるのは、エビナたちが自分の情報発信にタタラを使うってことだ。登録者数500万人の発信力を利用してな。そして私はさらにこんな見方もできると考えている。これまでのタタラチャンネルの大半の情報源はエビナだったんじゃないかとな。それってエビナがいろんなネタをタタラチャンネルのために提供してきたってこと？何かそう思う根拠があるのか、ソンヒ。エビナの経歴だ。あいつはもともと警察庁のエリート官僚だった。そうだったの？それがヤクザに転身なんて随分な方向転換だね。何があったんだろう？その辺の経緯は不明だ。特に不祥事を起こしたという情報もない。ただその経歴を考えるに、大手メディアで大っぴらにできなかったネタはいくらでも持っているだろう。それだけじゃ苦しくねえか？確証はないと言ったはずだよ。あ、ちょっと待てよ。そういや一番のやつはタタラに悪評を立てられて、そのすぐ後沢城からハワイへ行くように言われたんだ。つまり？いや、もし何事もなくそれまで通り元棒に仕事の斡旋を続けていられたら、それでも一番はハワイに行ってたのかなって。沢城は春日をハワイへ行かせたかった。そこへ都合よくタタラチャンネルが春日を告発して踏ん切りつけさせたってことか。ええ、一番は結局沢城たちのいいように動かされてたのかもしれません。こうなると昨日あいつらがパレカナの本性を知らねえっつってたのも怪しいもんですね。エビナと沢城に何もかも仕組まれていたとしたら、これから何が起きる？さあな、そいつはまだわからねえ。じゃあまたエビナたちと話しに行く？そうしたいのは山々だが、昨日とはわけが違うぞ。下手をすればあそこにいた全清流会を相手することになる。あんな動画をネットに出した以上、向こうはもう臨戦態勢だ。キリュウさんも本調子でない今、全面戦争は避けるべきだろうな。情けねえ話だが、孫悲の言ってることは正しい。ならこういうのはどうです？清流会は新事務所ができた分、偉人町本部の方は手薄になってるはずでしょう。だからまずそっちを当たってみるんです。誰か話のできる幹部連中が残ってるかもしれませんよ。 Yeah, let's go. なるほど、それなら悪くないな。はあ、行ってみるか。Yeah, right over there. Let's go. Main quest time. Huh? Uh-huh. Yes, got it. So what? Pink rabbit. ここですよ、キリュウさん。清流会の本部です。Right behind Kasuga's apartment. はい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 。お待ちしていましたよ。こちらは万力ジャーナルでーす。This moron. なんだ、こいつら。皆さんご覧ください。伝説の極道が今、私たちの目の前に立っています。タタラチャンネルの告発で話題沸騰。キリュウカズマ氏です。ああ、なるほど。再生数目当てのハイエナだ。取材させてくださいよ、キリュウさん。すごいっすね。自分死んだことにしてこそこそ隠れてきたわけでしょ。それが明るみに出て今どんな気持ちですか？ほら一言、早く早く。邪魔だ。
あいって骨が折れたわ。なんなのこの茶番は。当たり屋か。皆さん見ましたかこの凶暴性。これが桐生一馬という伝説の。Nope. That's the real Kiryu. ガキの遊びに付き合ってる気分じゃねえんだ。とっとと失せろ。If you wanna act like you're hurt, I can help. 本当に病人なのこの人。おい、ざけんだよ。マジで骨が折れたじゃねえか。You got a good angle, or I can repeat it. 全部取ってやるぞ。ほう、思ったより根性があるじゃないか。お前ら何やってんだ。行け、俺が取ってるからよ。タイトルはな、伝説のヤクザ桐生一馬と戦ったらめっちゃ弱かっただ。こいつどの口で言ってんだか。お仲間たちはビビって動けなくなってるみたいだけど。大丈夫だ、話はついてるからよ。Look at all those walking experience points. Oh my god. こっちに来ることはエビナにはお見通しだったか。ガセネタの配信といい、このお出迎えといい、もう敵意むき出しだね。Okay. これが清流会からの宣戦布告ってとこだ。 First, I'm gonna equip the rocket launcher and shoot it at the camera.Then we'll take down the rest. Let's go. 売られた喧嘩は買うまでだ。行くぞ。もう来られる覚悟はできてるぜ。ここは任せて。どうした。ムーン。Oh, I don't have one.Can you step back a little?Back. I said back. 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 That didn't work out as planned. You know what? Enough with this bullshit. There. Look at all these dudes. There. You want one?Take this. Another one. Another one. There. Get wrecked, fucking morons. Stuck in turn-based mode. Ha! Sucks to be you. Let's kill the kid. Explode them all. Hey, actually, look at this. Smile for the camera. Fuck face. There we go. Let's roll.まだ強くなれんか。見とれないでよね。ピースオブシット。さっき清流会のやつらと話がついてるって言っていたな。あれどういう意味だ。いや、その早く答えろ。出なきゃ折れた船を俺が直す。治る保証はねえけどな。たたらチャンネルから DM が来たんです。キリュウさんがその清流会の本部に来るはずだって。組の人が守ってくれるから挑発して動画を撮れと。孫悲の予想通りだね。タタラチャンネルとエビナたちはつながってた。
沢城もグルだ。春日がハワイへ行かされたのも何か理由があって仕組まれてた。どんな理由が？ハワイの状況を聞いてみる。こういう時のために連絡要員。Switching back to Hawaii? 連絡要員？多分花輪さんって人だ。大道寺一派の人でよ。繋がらないのか。ハワイは今夜中ですかね。みんな寝てんのかも。Oh shit.God damn, Layered Lies. Completed chapter 8. Holy crap. So we're switching back to Hawaii. Maybe. Hard-headed woman. This is about Chitose. Has to be. Or Tatara channel.What if freaking Chitose is Tatara? Namba からメールが返ってきたよ。キリュウさんたちは無事に帰国できたってさ。一旦、偉人町の俺の部屋で休んでてもらうみてえだ。Yay, finally back playing Gas Gas. じゃあ、キリュウさんの方は一番安心ですね。しかし参ったな。アカネさんがラニを守ろうとしてるって分かったまではいい。Let me re-equip my party. ええ、パレカナが血眼になって探しているのに、どこでどうやって身を隠せているのか。そもそも、アカネさんたちは今も本当に無事でいるのか。ちーちゃん、動画チャンネルの方には、なんか反応は？いや。まだ来てないね。やっぱり年寄りは動画なんて見ねえのかな。これ見たら茜さんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えばそれなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ。再生回数は5万を超えました。えっ、なんだよ、すげえだろ、それって上出来じゃねえか。おお、大したもんだ。じゃあなんか裏技でも使ったのか。まあネットで AI に何回もつぶやかしたりはしてますけど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。えなあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ。そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか。甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり累計の再生数だったりね。このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど、そう簡単なものじゃねえわけだ。ちーちゃんもその手の話ずいぶん詳しいんだな。そう、一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。What if she's truly? この先どうするよ。Behind the door. 茜さんを探す当ては。茜さんの所在さえつかめれば、大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。そいつはありがてんだけどよ。俺はいまいちあんたら大道寺一派ってのを信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、あ、
ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。私がパレカナから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、茜さんだ。ナイトスクエアって言うと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのにまたあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、だいたいその目撃情報っていつのだ？二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど。病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする、春日？養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だったよな。またあそこに行くのか。そう言うな、前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな、明日に備えて今日は休もうぜ。Hell yeah. Ah. Ah. Out for blood. Bryce's influence has brought the Barracudas and the Ganja to greater levels of aggression. Enemies roaming around Honolulu have become considerably stronger. There are new types among them as well. Be careful out there. Hell freaking yes, man. I was wondering if the game would become stronger.Oh yeah, I cannot see the threat level on the map. But hey, this area was super lonely. 俺らはもうだいぶ面が割れてる。ブライスが糸引いてる以上、ハワイにいる間は一瞬も油断できねえぞ。だな。俺らが隙見せたら、きっと連中は問答無用で襲ってくる。じゃあ、私たちもこれまで以上に力を合わせないとね。Alright. First of all, let's check out our gear. Yeah, I cannot do shit with that. However, I will equip Kiryu's weapon and I will equip this on Kiryu. That's actually a good idea. Alright, Kasuga.It looks like we gotta swap out our gear, which is a little bit annoying, but hey. Shouldn't be that hard. That's the same shoes, good. Greatly increase job XP. And with that, you're more stronger. Okay.I mean, you don't need that number. There. Chitose, you can swap gear with
down here. I'm gonna re-equip them later. Adachi, you will swap with Namba. Do we have the thing for linebacker? Nullifies curse and instant KO. What? There are one hit mechanics in this game? Okay. Fire resistance and mana cost decrease. Sure thing. What about you? Do we have the tennis thingy? Oh my. Power ring? No, thank you. Super powering. And we can also upgrade this one. So now you're even more faster. Alright. Tomizawa. You can swap with Saiko. You need a weapon. Let's see. Lucky money charm and... Oh yeah, that's also good. Recover mana after winning a battle. You don't need the fire resistance. Instead, equip perfect evade with Adachi. I mean, why not? Okay. Ooh, we also need that. Item increase. You know what, Adachi? How about you get this? So now you use less mana and also restore mana. Tomizawa, you go for the thing. This thing. Item increase. Money increase. Alright. Kiryu, I don't care, just be stronger. Namba, holy shit. Like that. 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 And that. No one has this.
would use that? No one. Right. Right. Freelancer, Hitman, Gangster, Host, Breaker, Chef, Chef, Night Queen, Housekeeper, Aquanaut, Pyrodancer, Sujimansk. Great. What is our job level? 16 Desperado, 16 Tennis Ace, 12 Linebacker, and 12 Samurai. That's great. Well, time to continue this journey. Finally, strong fights in Hawaii. And good gear. Yo, what is that range? What do you want? I can still do the smackdown. Level 28. But this is the low level area still. Yeah, these guys were like level 16. So now we can also earn more cash. Alright. Where do we need to go? To the bar? Akane-san was last spotted around Night Square. First, let's pay a visit to the tattoo lady since she might know something. Nice. Hi there, sexy lady. Nice. Hi. It's been a while. And we still don't have enough. I need to collect those because the next item is amazing. Anyone? What? What you looking at? I'm looking at your ugly face. You're next on the Thanks for the free experience, dude. I'm so glad they increased the difficulty level. Okay. Isn't this a shortcut? Okay. Fine. Yeah, but oh, like that. Okay, do not follow the thing then.
What the hell? So many enemies. Hey there, friend. I always have time for you. Let's go. Imagine doing this if you're not high level enough. You gotta fight everyone. What you looking at? What's up, fools? Really pissing me off. Black Hat Wizard. I'll take you down. What's up, fools? Oh yeah, we could also do the thing. The Hawaiian Home Dungeon, the final sector. Try me. Look at all those low level idiots. Look at this fool. Got wrecked. Nice guard. It's not over yet. Now we can follow the path. What? How? So you've chosen that. Well, they didn't level up the chest. What are you staring at? Great. いいぜ。
Right where you want. Stay there. There we go. これが俺の真骨頂よ。早速ブライスの兵隊が襲ってきやがった。バラクーダも頑丈もいいように使われてるみてえだ。なんだか私たちハワイ中を敵に回しちゃったみたいだね。We can actually do the dungeon, but not in this episode. Because I don't have time to record an actual dungeon run. Maybe in the next one. Depends, unless this is a scripted chapter or something. Well, looks like we gotta fight. Run on home to mama! Center 準備完了! How about you run home to your mama? Back in the box, huh? Yosh. Oh man. Fine. Oh, here we go, high level area. Like a dragon, infinite movement. So. New friend. New enemies. God damn it. Get out of my town! Shut up. Wrong turn. What you looking at? We have arrived. Oi. Mata Parekana no yatsura da. Konnan ja Akane-san tachi sagashiteru dokoro ja nee zo. Taku. Yamai no naabari nante okamai nashi kai. Shane. Yaru shika nee ka. Bring it on. I'll clean you. Sassa to hajime you ze. Makase toite. Still low levels. ほら来いよ。ほら。ラーニングだね。ガンガン行くぜ。やっそいか。暴れるか。やりますか。優秀が早いなんてね。
いや、まだだぜ。And who the F are you? まだこんなヤバそうなのが残ってたのか。どうする？一旦引くか。Hell no。いや、俺たちは桐生さんに後を託されてんだ。こんなとこで逃げてちゃ笑われちまうよ。とはいえ長期戦になるのもきつそうだ。一撃で決めるぞ。 Yeah, let's one shot him。 俺に残りの力貸してくれるか。何くっちゃべってんだ。全員ぶっ殺してやるぜ。俺たちの絆の力見せてやろうぜ。Let's go。 ぶっ殺してやる。戦闘準備完了。Ultimate tag team. Oh, here we go. Ichiban is also getting stronger. Kasuga has learned Ultimate tag team. This colossal killer move can be performed together with up to 4 party members whose hype meters are full. Press Y to activate the attack. The more party members who join in, the greater the damage dealt. Oh. Ultimate tag team. Essence of friendship.Let's fuck up this dude. Oh! 俺たちの絆見せてやるよ。 Thumbnail found. Get wrecked.上昇上昇。これが俺の真骨。よし、これで全部か。あんたら店前で何やってんだい。Looking for you, madam。あ、おばちゃん。ここで何してんだ。病とはもう話したんだろう。No, we beat his ass like multiple times already。今回はまた別件なんす。実は。おばちゃんに用があって。あたしにゃあんたらに用はないよ。そう言わんでください。実は人を探してんです。おばちゃん知らねえかなって。半月くらい前この二人がここいらにいたって話で。それこそ病に聞いたらいいじゃないか。病も二人を探してるんですけど見つけらんねえみたいなんです。悪いけど見たことないね。用が済んだんならまた騒ぎ起こす前にとっとと出てくんだね。剣もほろろだな。おばちゃんでも茜さんたちを知らねえか。こりゃ空振りかもな。まだ来たばっかりでしょ。現場百遍。いいぞ、ちとせ。お前はデカに向いてる。じゃあとりあえずもう少し聞き回ってみるが、茜さんとラニはきっとここに来てたんだ。誰か声をかけたりしてたかもしれねえ。 That's the plan. Well, I tried. おお。おう。ありがとうよ。アロハ。はい。Mystic shoes. Gonna grab one of those for Tomizawa. Smart robe. Nah.
Thank you. 何でもできそうな気分だ。Okay. おい。ありがとうよ。This is not the safest place to be. Huh? Aloha! Ah, this is the thing. I mean, let's have some fun. Let's see. Everyone plus three.Everyone plus three. Hell yeah. You like that? And that? Okay. Only 20% chance, but hey, better than nothing.We need to take a little break, okay? Enjoying yourself? 楽しみ Eyes on me! すごい Don't look away now. おぉこれすげえマジか Hey! Let's enjoy ourselves. So that's 5-star? Nice. See you next time! Come see me again. Plus 100 because it's perfect.Thank you very much. Thank you. Now let's continue the quest. Oh. Eh? Hmm?You guys want to join my island? God damn it. Nah. Ooh. ありがとうよ。 Okay, so we got some directions. ちょっと飲みすぎたか。 Aloha! We don't need anything from here. Thank you! Sorry?Yay! Another fight! またブライスの手下? Let's go! まったくキリがねえな。何にせよ俺ら人目を引きすぎるみてえだ。これじゃもし茜さんを見つけたって動きが取れなくなるぜ。確かに荒瀬さんの言う通りだけどよ。その前にここをどうやって切り抜けるかだろう。そう、おお、踊れら。人んちの庭で何やってるんじゃボケー。ありゃ、病の子分だよな。ここは病の島じゃ。早く出てかんとぶち殺す。あいつ、啖呵切るのだけは声でかくていいよな。お、はい。病。Yeah, he's not on it, huh? Kiryu, how are you?
まさか死んでねえだろうな。日本に戻ってもらってる。ちょっとでも負担減らしてからよ。そうか。あんた今桐生さんのこと心配してたろ。お前はユーモアのセンスがあるな。Come on! もしかして助けてくれるの？え、嘘。ちょっとマジか。こいつは面白くなってきたじゃねえか。親父、このクソどもの弾、わしがお望みの数だけ取っとりますわ。口だけだったら分かってんだろうな。おっしゃ、俺らも負けてらんねえな。 So we're fighting everyone? Okay. Don't think you can run! かかってきれ。俺の島で暴れたんだ。Oh. 覚悟はできてんだろうな。 He's here to support us. 終わりにするか。 You think I'm stupid? 全力で行くよ。 Okay. なあ、そっちは。行くぜ。私も。Come on. 相手してやる。やっべ。どう。へへ。助かったぜ。お前のためにやったんじゃねえよ。任せといて。You think I'm stupid? Yes. Gatsun to eat me! Kazuna, get the yard. Eat them a dog. But Sebastian.This is one fight. Here comes the next. Nice. Let's go. うっとうしいな。敵に回すと厄介だけど、味方につくと楽しいよ。全力で行くよ。Catch. Let's go. Stay down.Right, let's take out the trash and the garbage as well. また成長しちゃった。 Getting close to 24 for the strong attacks. Damn it!
助かったぜ、ヤマイ。俺の島で勝手しやがるバカにけじめつけただけだ。てめえらとは手打ちにしたはずだ。さっさと出て行け。待ってくれ、ヤマイ。実はよ、俺はあんたにも話があるんだ。ああ。カスガ？俺らはご覧の通りブライスに目つけられててよ。バラクーダからもガンジョーからも狙われて、まあ大ピンチだ。でもアカネさんとラニオ、連中よりも早く探し出さなきゃいけねえ。そりゃ大変だ。だから一人でも多く仲間が必要なんだ。あんたが手貸してくれるとすげえ心強い。どうだい？ああ。おい、カスガ。こいつはついこの前までアカネさんを狙ってた側だぞ。でもブライスがアカネさんを狙う理由を知って手引いた。そもそも私たちを殺そうとしてなかった？それについてはもうけじめはついてる。それに病は桐生さんを守ってくれた。殺そうと思えば多分あん時できたのに、そうはしなかった。こいつはただのチンピラなんかじゃねえ。筋の通った極道だ。お褒めいただきありがとうよ。あいにくお前らのやってることに興味はねえ。せいぜい派手にやり合ってくれ。それでよそに隙ができりゃ、うちがおいしいところをかっさらえる。あんたがそんなケチな玉かよ。それともブライスを敵に回すのが怖いのかい？ちょっと一番だぞ、俺。親父が誰にビビるってんじゃ。つまんねえ挑発だな。ユーモアのセンスがあるってのは撤回するよ。親父、言わせといてええんですか？てめえは黙ってろ。それに挑発に乗らねえとは言ってねえ。All right, looks like we're gonna fight again. バカ。後で文句言うからな。悪い。でも病に協力はやっぱり必要なんだ。さてと、じゃあ始めるか。俺もてめえにやられっぱなしは気に食わねえからな。ああ、行くぜ。Remember when I removed that fire resistance? We might need that. Let's dance. 今回の病は本気だ。全力で俺たちを潰しに来てる。みたいだな。ここで蹴りつけようぜ。覚悟。Let's try to paralyze them. Or just kill them right away.Let's call a friend. I never used this guy before, and he deals ice damage. Let's do it with the benefits. No, without benefits. Pound for pound. Hi, Barry Barry, help there. Hi, please. This one doesn't cost a turn, right?Kazami Evolution. Oh my god, I know this reference. Even the music. Whoa!
Well, just you and me. Say hello to my little friend. It's been a while.Stunned. Too bad. So sad. Let's go. Alright, Chitose, you got this. We're gonna finish with liquid nitrogen spray. また成長しちゃった。俺もまだわ。いっぱいやりたい。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。Looks like we won again. Yamai, aratamete tarumu. Ore ra ni te kashite kure. Ga o toushita kya chikara zuku de tte no ga otaku no kyouiku hoshin nan daro. Sono sahō ni wa shitagatta tsumori da ze. Omae ra to tsurumu tsumori wa ne. Ga make wa make da.ばあさん見つけたらかくまうくらいはしてやる。うちの島ならよそよりマシだろう。ばあさんじゃねえ、あかねさんだ。助かるぜ。よろしく頼む。病。はあ、ってことだ。わかりやすさ。下のもんにも伝えてきます。喧嘩に持ち込んだ方が病が話を飲みやすいって踏んだのか。 I mean, there wasn't any other choice, huh? だからあんなしょうもねえ挑発を。ま、勝てればの話だったけどね。お前がそれを言うのかよ、たく。あんた、カスが一番つったね。ああ お、 おばちゃん。ああ何です？答えな。あんたはカスが一番かい？ああ。なら話がある。ちょっとそこまでつらかしな。ちょっとなんだよ急に。嫌なら無理にとは言わないよ。なんだトミー、あれってどういうことだ？俺にわかるわけねえだろ。でも断るわけにはいかないんじゃない？レディーからのお誘いよ。だな。それがマナってもんだ。 Well, before we do that, I think it's time to end this episode because we've been doing nothing, just the main quest. So,
Yeah. You know what? We can just do a tiny little fight over here, right? That we can do. But after that, I'm gonna say goodbye. Let's do this. How does this work? Oh my. Okay. That was something. You're out. Well, that was easy. So, thank you guys for watching, and I'm going to see you in the next one. Take care, and have a lovely, wonderful day or night. Cheers. And also, aloha.